山田裕希と赤楚英二がヤフー検索大賞ワンツー。ドラマ壊滅の富士はすがり、TBS の際立つトップランナー間。12月5日、LINE ヤフーはヤフー。検索大賞2023以下、ヤフー検索大賞を発表した。2023年、前年に比べて検索数が人物や作品。 商品をランキング形式などで発表する賞だが、俳優部門では今年、大活躍したイケメン俳優二人がワンツーを飾っていて、1位が山田裕樹さん、33、2位が赤楚英二さん、29という結果になりました。テレビドラマ以外でも、山田さんは11月3日木竜之介さん、30、主演映画、 ゴジラマイナス1.0赤素さんは8月3日配信のネットフリックス映画ゾン1ゾンビになるまでにしたい100のことなど多くの話題作に出演している言わずと知れた人気俳優二人は今年4月クール放送の地上波の連続ドラマペンディングトレインマイナス3分明日くんと TBS 系金曜午後10時からで共演していたばかりなので それを思い出す声も多いですね。女性誌編集者。ペンディングトレインは、山田がゴールデンプライムタイレンドラ初主演を果たしたヒューマンエンターテインメントドラマ。荒廃した世界にワープしてしまったつくばエクスプレスの乗客たちが、通じて成長していく物語である。山田はカリスマ美容師茅島直也を、 赤素はもう一人の主人公のような立ち位置の正義感あふれる消防士白浜優斗を演じて、いた。両者の今回のヤフー検索対象の1位、2位という結果を受けて同ドラマを思い出すファンが多く。1位と2位の高校先輩後輩コンビ、山田と赤素は出身校が素晴らしいハッシュタグペンディングトレイン。 1>, 1位山田裕希で2位赤素英治なのペンディングチームすごいね。といった声が寄せられている。制作会社関係者。<る>山田さんと赤素さんには、2024年にフジテレビの看板ドラマのメインどころを任されている。という共通点もありますよね。赤素さんは、正式発表はまだ山田さんは24年1月クールに長野名産。 24主演のファンタジーラブストーリー、君が心をくれたからに、相手役で出演することが発表されています。放送枠は、テレビの看板である月曜9時枠です。君が心をくれたからは、冬の長崎を舞台にしたオリジナルドラマ。山田は、主人公方言ゆ、長野が心を通わせた男性、蝶谷太陽を演じる。 山田によれば、日々の幸せや、当たり前にあるものをすごく和議事にしようと、いろいろな人に思ってもらえるような作法だ。前室の制作会社関係者は続ける。富士テレビが24年4月クールに赤素さんが主演する大病院を舞台にした復讐もののサスペンスを放送すること、また重要なポジションに元患者にエイトの錦戸亮さん。 39がキャスティングに共通しているのは、どちらも視聴率が大苦戦している枠であるということ。大人気俳優である山田さんと赤素さんに、富士は大きな期待を寄せているのではないでしょうか。月九は2020年代から視聴率がどんどん低下していて、今年7月クール放送の森七、22、マミヤ翔太郎、30のダブル主演ドラマ、 真夏のシンデレラは全話平均5.6%関東地区ビデオリサーチ長部を記録。それは月9枠において歴代はアスト記録だったのだが、現在の10月クールで放送中の嵐の二宮和成、40中谷美んな大沢隆雄、55によるトリプル主演作ワンデー、聖夜のから騒ぎも、 ワースト記録を更新しかねない爆死状態になっている。一方、赤素の主演が報じられている水曜22時枠は、裏番組がダウンタウンの人気番組、水曜日のダウンタウン TBSK のため、視聴率が取りづらい放送枠、10月クールに放送され最終回を迎えた向井おさむ41主演のパリピ公明は、 全話平均世帯視聴率4.5%、関東地区、ビデオリサーチ調べ、だった。今年、すでにフジテレビでは、月ツ9ドラマに山田さんと赤素さんを起用しています。山田さんは一月田川恵子さん、37主演の、女神の教室、リーガル青春白書の2番手として、赤素さんは、 4月クール放送の木村拓也さん51主演脳心協情ロに第1.2話のメインキャラとして。しかし、女神の教室は北川と山田の役は逆の方が良かったんじゃないかといった声が出てしまったり、協情ロはせっかく数字の取れる俳優である赤素さんを二話しか使わず、もなかったりとキャスティング面の問題を指摘する声もあり、 あまり好評ではなかったですよね。やはり、山田さんと赤素さんがメインを張った TBS のペンディングトレインの方が起用法に関しても巧みだった印象を受けますよね。全土ことが週刊文春文芸春秋11月30日売り後に報じられています。放送枠は水曜22時枠で、ヒロインは吉根京子さん26。 が出演するとも聞こえてきていますね。当然ながらフジテレビは山田さん、赤素さんの絶大な人気を踏まえキャスティングしているのは間違いない。そしてフジの月9と水曜22